アフターコロニー、それは人が宇宙に住み始めた時代。地球から巣立った人類は宇宙コロニーでの生活に新たな希望を求めていた。しかし紛争解決を名目に発足した地球圏統一連合は、正義と平和の名のもとに部隊を派遣。その圧倒的な軍事力で各コロニーを制圧し、以後地球圏では連合の策略による紛争が誘発することとなった。そしてアフターコロニー195年4月7日、連合に反目する一部のコロニー居住者たちはついにとある作戦の実行へと踏み切った。作戦名、オペレーションメテオ。流星に偽装した新兵器ガンダムを地球へ送り込み、軍事秘密結社オズに対し破壊活動を行う。だがこの作戦はすでに連合本部に察知されていた。コロニーの平和を託された運命の矢は今地上へと降り注ぐ。その軌跡を目撃する少女の運命とともに、少女が見た流星。
哀れな奴らだ。次のポイントへ向かう。
記録開始。記録者名はトルワとでも名乗っておこう。Thank you.
ていては。感じるまで終わらせてあげます。これが天才の実力ってやつよ。悪いことは言わない。ここらで引いちゃくれないか。これでどうだ。なんだと。沈め。お前さん、思想が出てるぜ。
せるか。お前さんは戦う覚悟があるのか。手加減というものを知らないんだ。この機体を見られたからには殲滅する。そこだ。読み通りだ。破壊する。これでラストだ。ここまでなのか。先に見えていた結果に現実が追いついたみたい。きっちり抑える。程度のパワーじゃこいつは落とせないぜ。
ない。だってみんなを信じてるんだから。マジでね、負けられないんだよ。特別に教えてやる、本当の戦いってやつ。
俺の相手としちゃかろうじて旧大家ってとこだな。ガスかよ。調子で行こうぜ。本気を出していくぜ。もらった。これが敵の実力なのか。こちらとて遊びでやっているわけではないんでね。命を奪おうとは言わない。
ウーフェイ、逃げも隠れもしない。この戦いすぐにケリをつける。くれれば倒さずに済むのに。変形で敵を叩く。必ず仕留める。僕たちは一人じゃない。終わりにするよ。狂った時代を終わらせる。
ことが。避けてみな、アンネル。当てる。手強いか。貴様に俺たちは倒せない。このナタクには妻の魂が宿っているのだから。
でもあんたに構っている暇はないんでね。落ちろ。そんな、残念だったな。こんなはずじゃ。バリュー、出会った時にこうなることは予測済みなんだね。に勝ち目はない。諦めるんだな。叩き。ここまでなのか。腕が違うんだよ、腕がな。相手が誰であろうと私の邪魔はさせない。女は戦場から去り、女らしく生きろ。
上には勝者と敗者しか存在しないのさ。面白くなってきたぜ。突っ込むぞ。みんな届けさせてくれ。牽制は任せな。こちらも仕掛けます。きっちり牽制してやるよ。いっけないものだな。とか言ってる間に何とかしなきゃ。
しているだと。これで勝ったと思うな。俺はナタクを忘れない。ナタクと共に生きる。牽制してやるよ。こちらも仕掛けます。牽制は任せな。